俺の名前は貧乏の助。この前は金持ちくんのカードを使ってやっとグローブを手に入れられた。やっぱかっこいいな。たまらん。やっぱこのグラブたまらんわ。この国ではまだまだグラブは高級品だもんな。早くみんなに自慢したいな。おっ、おっそっす。今日早いね。新グラブいいじゃん。おはよう金持ちくん、ほんとありがとね。おかげさまでめちゃくちゃいいグローブが手に入ったよ。うわー、めちゃくちゃかっこいいじゃん。実はさ、俺も新しいグローブ買ったんだよね。うわ、新しいのもかっこいいね。いくらしたの？これ？これか。これはね、まあ300万ぐらいかな。300万か。俺のグローブ3つ買えるじゃん。まあ高ければいいって問題じゃないけどね。キャッチボールしようぜ。金持ちくんいいな。俺はやっと1つグラブが手に入ったのに、金持ちくんはもう新しいグローブか。そういえばさ、あのカードってどうしたの？あー、いやどうって俺は持ってるけど。お、金持ちくんが持ち歩いてるのか。どうした？うん、なんでもない。ノックでもやるか。そうだね、行くよ。下がい。やっぱりうまいね。いやー、まあほぼ毎日練習してるからな。次は俺打つよ。はい、行くぞ。お願いします。あ、やっぱりまだグローブ硬いか。硬いね。どうしたら柔らかくなるの？まあまあ使ってるうちに柔らかくなっていくよ。ほら行くぞ、もう一丁。行くぞ。このグローブかっこいいけど、すぐに使えるグローブも欲しいな。ノックは一旦いいや。ちょっと休憩しよっか。やっぱりまだ全然使えるようにならないな。ボーノスクは毎日野球やってるわけじゃないし、 2,3 ヶ月ぐらいしないと柔らかくならないんじゃないかな。ちなみに最初から柔らかいグローブってあるの？あー、中古のグローブ売ってるところもあるし、まあ、そういうのは柔らかいんじゃない？そっか、中古のグローブも売ってるのか。うちの年収10円だけど、中古のグローブなら買えるかも。ちなみに中古のグローブってどれくらいするのかな？あー、安いのだと10万円くらいからあるんじゃない？まあでもだいたい新品の半額ぐらいだと思うから、50万から150万ってとこかなと思うけどね。マジか。待てよ。ちなみにさ、全然関係ないんだけど、全然関係ない話なんだけどさ。うん、どうした？金持ちくんのカードっていつでも使えるの？あー、この前のあれか。いや使えないな。前回のどうしてもってお父さんに頼んだから使えたんだよね。そうなんだ。でも金持ちくんが持ってるんだよね。まあね、いざという時のためにね。まあ普段はお小遣いで何とかしろって言われてるんだけどさ。なるほど、じゃあ一応使えるってことか。そうなんだ。ちょっと休憩もしたし、もう一回ノックお願いしてもいい？あ、オッケー、やろうぜ。あ、じゃあちょっと先にトイレだけ行ってくるわ。オッケー。ラッキー。金持ちくんには悪いけど、ちょっと失礼します。これが金持ちくんのバッグだよな。財布、財布あった。うわ、財布もいいの使ってるな。うちなんかビニール袋なのに。あのカードは、あのカードはと、あった。いや、毎日野球できるって最高やな。やべ、早く行かないと。やべ、そろそろ戻ってくるか。一旦しよう。
よっしゃ、ロックやろうか。結局その後はバレることなく帰る時間になった。じゃあそろそろ帰る？ああ、俺は少しだけ残ろうかな。うん、思った。あ、じゃあお疲れ。よし、じゃあこのカード試してみるか。まずは内野手用でもっと柔らかいのが欲しいな。お、これにしよう。おお、マジで出てきた。え、ってかリアルタイムで、すごっ。うわ、すっごい、これすぐ取れるじゃん。俺のグローブもこんなに柔らかくなるのかな。そうだ、壁当てしてみよう。これもいいけど、もう少し派手なのも欲しいな。他にどんなのがあるんだろう。あ、これとかめっちゃ派手じゃん。どうだ。おお、すごっ。え、めちゃくちゃいいじゃん。かっけー。うわー、一瞬で新しいグローブが2つも手に入った。金持ちくんのカードすげえな。ちょっと申し訳ない気もするけど、まあお金持ちだから大丈夫だよね。一旦今日はこの辺にしておこうかな。いや待てよ、野球といえばやっぱピッチャーでしょう。そうだ、ピッチャー用も探そう。これだ。おお、黒も渋くてかっこいい。せっかくだからマウンドでちょっと練習してみよう。行くぞ。すげえ、これで何でも欲しい野球道具が手に入るぞ。楽しみだな。嫌な予感が。まあ、気のせいか。ノックは一旦いいや。ちょっと休憩しよっか。この男たち、ノックの球数まだ3球。